そうじゃ。スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。キリュウの兄貴、ここ出るんすか？なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くって、そが無茶な。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。親分の携帯あるか？ええ、そこのカウンターに置いたままだけど。ちょっと見せてもらうぞ。何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持ってると思うけど。そういえば、いつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。キリュウの兄貴、おやっさんの行きそうなところって考えたんすけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。広瀬一家の事務所ってことか？ほいじゃけど、事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ、鍵閉めとります。おやっさん鍵持っとらんけ、事務所には入れんじゃろ。そっか、おやっさん鍵持ってねえんだっけ。そういや、事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやっさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前、他に心当たりの場所はないんか？すいません、キリュウの兄貴、もう少し考えてみます。あ、そうじゃ、喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ？喫茶アポロはおやっさんがいつも出前取る店じゃ。確かに喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。ああ、墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。確かに、あそこは滅多に人が来ないからな。調べてみてもええかもしれん。
ドレキリュウ、こがんとこにおったんか。ふん、一人でいい度胸じゃの。陽明連合会か。広瀬のジジイはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん、グダグダ話すより踊りの体に聞いた方が早そうじゃの。ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ。堂島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。うわっ、死ねえ。うわっ、ことか。お、驚きりゅう、もう立ててすまんど。今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや、やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら、殺せ、はよやらんかい。くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。東京の仕事ってのは。道場会の染め屋と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。何の話じゃ。マスゾエのおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ、キリュウ、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
スナック砂時計。ここか。すまない。あんた、この店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それとも、どなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったが。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。俺のことを誰から？広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと？あーた宛てに伝言を預かっとりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時、赤ん坊を連れてたか。ええ、かわいい子じゃった。そうか、わかった。助かったよ。いいえ、どういたしまして。人ん家の庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。小清水さん、広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があっての。とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんた、じいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。殺してやるぜ、オラ！オラ！この、いや！行くぞ！
桐生まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがなこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。